川選手使用用用クラッシュ2012。あ、そうですね、クラッシュといえば、ね、別大会で45プラスという大会のコラボレーションで生まれたコラボ用用になりますね。まあ、初めに出たクラッシュ、そしてクラッシュ2010、クラッシュ2011、でクラッシュ2012の合計4作のクラッシュシリーズがリリースされております。さあ、これは 3A をやっていただけるのか、それとももしかしたらループピングしてくれるのか、すごい期待が高まりますね。さあ、お客さん注目です。さあ、準備は大丈夫でしょうか。キャッチ OK、 ミュージック OK、ね、プレイヤー OK。 それではいきましょう。ヨーヨーリクリエーションフリースタイルコンペティション X 部門、おさだひろし選手。フリースタイル中でもちょっと音が流れてもちょっと落ち着いて振り回らせるような練習を意識すると非常に良くなると思います。これ
それに対して、じゃあ、立花の普段大会前にやってるようなものとか何かありますでしょうか。そうですね、まあ、曲を意識しすぎると、逆になんか技が詰まりすぎちゃって、わざとわざとの間が、短いと余裕がなくなってしまうことがあるので、まあ、わざとちょっと間を作って、構成を作ったりとかしています。立花のフリースタイルについてのコメントをいただきました。ありがとうございます。さあ、この辺の1点差、ありがとうございました。さあ、続き。